こんにちは、しゅうです。今回はアトリ使っていこうかなと思います。アトリが変身キャラで、変身後のリーダースキルがドロップ4攻撃1個につき攻撃 1.6 倍固定80万ダメージ、ゴシックプラス回復同時攻撃、激変2コンボ加算なんで、全色消して2ウェイ四つ消し組んでみたいな感じだね。で、回復も四つ消し組みます。で、今回リーダーをね、この子にしてみたね。サーバントライダー、なんでかっていうと、スキブ5持ちの 7×6 マスで、 7×6 でスキブがね2持ちは結構いるんだけど、スキブ3以上持ってるキャラって全然いなくて、スキブ5に至ったらこの子しかいないんだよね。まあ、なんで、まあ、スキブ枠でまあいいかなと思ってとりあえず入れてみたね。さあやっていこうか。まあ、とりあえず最初はスキルチャージで貯めます。なんで5色消してやっていくみたいな。いや、久しぶりにパズルの動画出したんだ私。いいんじゃないかな、これで。で、アトリが残り5ターンだね。で、スキルチャージの関係で、まあ、5ターンだけど残り3ターンぐらいで貯まるんじゃないかなっていう感じで、こうして五条悟の武器打ちます。五条悟がどういうスキルかっていうと、支援プラス受けるダメージを激減じゃね、無効にしてくれるんだよね。これで耐え切って、来た、見てください、アトリが残り2ターンだね。いや、アトリパズル 2way だからね、ガチ難しそう。あ、やべえ、ラフィーネ変身しなかった。ラフィーネ変身して OK、 2way これ溜まっていきます。ここから敵の組めるかな、 2way。とりあえず、もうガンガン強い。しかも全色必要だもんね。なんか 2way 意識だけして、あれするとガチ良くないよね。キーもらいます。うますぎるでしょ、うますぎるでしょ、トットコアム太郎、なんでもない。いけ、こういうことだよね。うわ、面白い。あ、なんか溜まったな、サーバントに。あれだ、ダメージ吸収溜まったね。さあ、完璧、ダメージ吸収もあるし。で、これ、アテにね、国光、手塚国光。さあ、みんな、バインドつけてきたね。サーバントなんとかに。さすがにバインドないときついなと思って。で、これ、あれです。この、わかる？何のスキルか。あれだね。ちょ、待って、集中するね。全所決めないといけないっていう、すごくハードルが高い。これ闇欲しいな。こうかな。で、あそこが回復になったら、ああ、光持ってんな、カツキ。あの、マヒトだね、呪術廻戦コラボの。それを当てにつけてる。いや、みんなモンスト知ってる？鬼滅の刃コラボ第2弾来たらしいね。なんかモンストっていつもその先取りのコラボ来て、パズドラがその、やべ、鼻かい。ちょ、待って、鼻かいよ、私。ちょ、待ってね、みんな。あー、そこ。いや、闇になって、鼻かい。鼻かきます。オッケー。いや、だから多分パズラも来るだろうね。モンストの次っていうか、パズラってよく言われてるから、ね。いいね、これ 2way でさらに火力が伸びるからね。アテンカンストしてる42億。ダメージ上限、来た、こっから私のターンよ。いや、結構大変だったね、このパーティー組むの。いや、パズドラね、私、まあ、やってなかったかって言われると、まあ、正直そんなやってなかったんだけど、前職まずある確認しよう。前職あることを確認してから行きます。回復持ってきて、こういうなんていうの、新しいリーダースキルっていうのかな、使うの楽しいね。ガチ難しい。光ちょうだい。ああ、それが、あれになったら行こう。うますぎ、悪くないじゃん、私、パズル的には。なんかパズドラね、私がやってない間っていうか、ちょっと傍観者の間、なんかちょ、荒れてるじゃないけど、なんかあったよね、荒れてるみたいな。あんまこれ、あんま動画見てるけど、話題に出してる人、うーわ、色ねえのか、後で使っちゃおう。あんま話題に出してる人いなかったけど。どうしようかな。なんかすごい盛り上がりって言うとあれだけど、なんか盛り上がってたイメージだね。この盛り上がりは果たしていい盛り上がりなのかよくわかんない。やべ！あー、やっちゃった！これ火上持ってって、やべ、前職？組めて？いや、前職組めてるんじゃないかな？爪何個くらい必要なんだろうね。私もいまいちわかってないんだけど、そんなフルマックスで組まなければいい気がするね。なんかパズラね。いや、時もね、怒られたくこび売りの衆が出ちゃいそうなんだけど、なんかあったよね、そういう
なるほどね。消せないのはこれでなんとかできます。あ、変身できんじゃん。ラフィーネ言ってよ。だまだ変身しなくていいかもしれないな。これなんかこれこの話とは別なんだけど、ちょっと昔ね、やべ、色確認してなかった。うますぎなよ、時さすがに。水、オッケー、いいんじゃないかな。こう。昔ね、その、すごいなんかネチネチ言う人がいたんだよね、その学校で。なんか、こう、陰口っていうのかな、すごいなんかあった時に、あいつマシあれだわ、みたいな、ネチネチ言ってる人いて、いや別に今回のその事件がそういうことを言ってるわけじゃないよ。私そういう、やめて、やめて、みんなやめて、そういうの。なんかパズラの10周年のメインイベントって言われてたもんね、ツイッターで。はははーって笑ってた。いや、ちょ、あんまこういうこと言うと怒られるかもしれない。こび売りのし、やべ、ちょ待ってね。闇じゃなくてあれ欲しいな、火もらって、光もらって、これでいいんじゃないでしょうか。悪くないね、悪くない。パズル的にはすげえ悪くない。このダンジョン今簡単な部類に入るのかな。どうなんだろうね。やっべ、なんで火ないん。あ、でもあたりで、いや、あたり3ターンで使えるからね。しかもダメージ無効スキル。わ、しかも13回ガチでかいい。あー、ロック解除入れてこなかったね。なんでかっていうと、アテンが2ターンで打てちゃうんだよね。まあ、2ターンで打てるならもう常にロック解除みたいなもんだもんね。いやー、まあいいか、このままいっちゃおうか。うわ、これ2ウェイむず。ちょ待ってね、ちょこれ2ウェイ捨てるわ。捨てるっていうかできたらいいなぐらいで。光くれ。オッケー、やつながるね。お、いいんじゃないこれで。もう全色優先したね、2ウェイより。2ウェイは結構火力面だけど、あれなんですよね。火力面だけど、軽減はね、別に関係ないんだよね。軽減はあれだから、で、光もらおうか。いや、これアテンでロック解除してもいいけど、まあ、別にしなくても色あるんでいいかなっていう感じだね。いや、私ね、前動画で漫画見てるって言ったの、覚えてるっていうか知らない人も結構いると思うんだけど、いや、あの漫画ついに見ちゃったね、私。何かわかる？ハンターハンター見ちゃったね。この、なんかね、鬼滅の刃じゃねえや。パズドラでハンターハンターのね、イラストがね、その10周年の公式生放送で発表されたんだよね。で、そこで私も、ちょっと見てみたんだよね。軽くパラッと1話ぐらい。そしたら止まんなくて、めっちゃ見てたね。うわー、これマジやだな、ルーレット。じゃあ暗闇の重視持ってきてないよね、誰も。そういう時はちょっと待ってね、このパーティー組むと喋れないな。私喋りたいこと結構あったんだけど、やべ、色確認してない。いや、全部組めてんじゃないかな。全色組めてそう。え、指なんかめっちゃ長くない？あれ、なんか私指延長スキル使ったっけ。こうかな。あー、すごい木が、手取りすげしになってるけど、私をこれを崩す勇気はない。オッケー、これでいこう。と、ワンパン結構簡単。面白かったね、ハンターハンター。ガチ面白かった。3年ぐらい前から読みたいって言って、ようやく読めたね。よし！あー！さあ、帰ってきました。さっき、手取りすげしになってたのが良くなかったね。これ、アテン使うわ。ロック邪魔くさい。アテン使って、で盤面最大いきます。あときすべ、これ組む場所とかあるだろうね、きっと。ここにこれを組んでみたいな感じ で水多いね。水組んで木こう組んで、水縦に組もうか。水縦に組んで、こうかな、こうかな、こうかな。これは一体ガチ、これでいかなかったらもう強すぎ。なんだっけ、ポルックスだっけ、ポルックス。やば、場面汚っ。オッケー、いいね。あ、で、ハンターハンターめっちゃ面白かったね。4年ぐらい前から見たい。3年前ぐらい前かな、見たいって言って。ようやく見れたね。まあ、次見るのはね、まあ、バキ見たいかな。
でもバッキーね、まあこれも3年か4年かかんだろうね。私重い腰がなかなか重くて上がんないからね。オッケー、これ使って、これ見えるところだけで組んだら、これ闇ねえのはやばい。闇ないから、闇だけ組んじゃおうか。うわ、むずいな、さすがに。でも指が多分無限だから。オッケー、闇もらって。お、闇ありがとうございます。やべ、闇消えちゃった。水、木。いや、これ、パズルの組み方がガチで良くない。わかってんだけども。火入れて、水、これで回復組めてるはず。オッケー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 、むずすぎやろ。ワンパン行ってくれ、ワンパン行ってくれ。しゃっしゃっしゃ、しかも暗闇少ない、マジ熱い。でも私ジョシュ見たいんだよね。ジョシュが秋ぐらいになんかゲーム出るらしいね。私ジョシュ5部まで読んで、まあ、読んだことあるんだけど1回しか読んだことないんだよね。で結構好きな漫画って何回も見返さない。だから私ジョシュ見返したいなと思って、5部まで見返して6部はもう新しく、また闇ねえのかよ。行こう。これあれだね。俺は一番隊副隊長。地冬だね。荒れてんな。パズドラはよ。みたいな名言あるよね。さあ、どうしようかな。闇。火。火。水水水水。やばい。マジ指が無限。うわー、これ際どいと思う。これ暗闇でなんか2ウェイになってない？頼む、2ウェイになってて暗闇でお願い。お父さん、おばあちゃん、そして人類のお願いします。やばいわ。打点使える。あー、なんだっけこれ、パズル教室だっけ、なんだっけやってきたよね。あ、これアトリ使おうか、ダメージあれだから。どうしようかな、アテン使ってからでもいいから、まあ、アテン使っちゃおうか。アテン使って、これアテンあるから6回以上いらねえんじゃねえかと思ったけど、いるな。普通にいる。で、暗闇が、水、水。お、全部ウォーターセブンなんだけど。いや、今、ワンピースもガチ面白いからね。水組んでる、火、水、木、闇、光。オッケー。これで全色組めてる、全色組めてる。火も組んでる。いや、それ分からんぜ。木組めてる。いいのではないでしょうか。左上全部水だからね。オッケー、次。え、硬くない？硬くない？オッケー、みんな、これで多分いけると思う。これダメージ向こう引っかかってんのか。汚ねえ、盤面。なんでこんな、オッケー、これで、何してくんだ。お、固定ダメでいけんだ。さあ、10回。なるほど、なるほど、なるほど。激減か、10ターンか。ただ、それを関係ない、このアトリのファイター火力が出んのかな。アトリ使って、でラフィーネで自分のサブの攻撃を上げれんのか。どうしようかな、ここ。いや、ようやく暗闇終わる。マジでめんどくさかったこれ。や、闇もらおうか。闇もらって、なんか今すごいなったな。闇、光、木、回復、全部組めてる、全部組めてる、全部組めてる。水もらおうか。水もらって、完璧じゃないかな。完璧、全色組んでるもんね。
で、これ攻撃力減少されてるし、無効か。あ、でもあれか、後に使ってるから無効貫通関係なくいける。いけ、いい火力。やっぱ副属性の伸びがすごいよね、アトリ。全然いい、全然いい、全然いい。あー、これアテンで上書きしとっか。アトリ使って、あと6カージあるんだ。で、アテンで回復上書きして、ま、ここは普通に倒しちゃっていいかな。いや、暗闇終わんのマジありがたいけど、ここで油断はいけない。ここで 2way を、組まなくてはいけないの。私は火、水、火、水、火、光だ、光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 、闇、回復。うわー、こっからもう異次元ズハンド。目を凝らす、目を凝らす、火、水、そこ水になった。今、左下水になりました、皆さん。そのか、回復の2個次が水だからね。オッケー、完璧、私。いいね。やっと視界良くなったわ。さあ、11回。これ強いんじゃなかったっけ。あー、なるほどね。これ使って、火がないのか、火がないんで、ラフィーネ使って、あー、これ左上から組むわ。この位置にルーレットがあるときは左上に組む。で、左上遠いからあんま行きたくないんだよね。火、水、火、光、闇だけ、あと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 闇だけ。うわー、長い試合。お次、アルバートのあれ持ってないんだよね。ん、なんだこれ。間に合わないかな。オッケー。全職組んでるね、全職組んでる。この、いやー、やべ、水繋がってるけど、このウェイ力ならいけるんじゃない。攻撃現象関係ないもんね、そもそも。あー、これ次確か先制あるんだよね。マジ？またやってくるの、それ。うーわー。悲しいよ。火、水、火、光、闇と完璧です。さあ、こっからよね。 OK。 あ、いやー、これつながるな。つながるな。まあ、倒せるは倒せると思う。いやー、ただ暗闇もらっちゃったのガチ良くないね。マジで良くない。うわ、つめ、これなんだ ?2 兆倍ぐらい出んじゃない。アトリカンストしてるわ、攻撃減少されても。さあ、来たね。ここも硬いんだよね、確か。なんだっけ、名前。パティね。これで1コンボします。いや、火の方がいいな。火の1コンボします。カウントダウン来ます。で、暗闇見えるようになります。アトリ使います。で、ラフィーネ使います。オッケー、完璧ムーブ。さあ、うわ、めっちゃ組みやすい。これ盤面最大久しぶりに組めるやつだ。こう組んで、よいしょ。火、水だけだね、水。うわ、超組みやすい、この盤面。はい。はい、はい。めちゃめちゃ組みやすかったね。まあ持ってきたでしょ。暗闇どれぐらい降ってくるかな。まあまあまあ、全然少ないじゃない、これ暗闇の量。闇がねえの方だ。まあでもね、ルーレットとアトリのスキルでいつでもあれは出せるからいいんだけど、キバートね、あんまわかんないな、正直。妖精の楽園だって。無効か。まあ初手、あ、取ってみようか。初手アトリ使って、一回殴ってみよう、稼働で。殴ってみます。水、木、
ひ。いや、覚えれねえな。水持ちでいきます。いや、気持ちでいきます。気持ち。ひー。ひー、水、回復し。ひー、水。ひー、やべ、闇組んでねえんじゃね、これ。あぶね闇。いやー、これ多分ね、ひー組めてると思うんだよね、下で。これが木になってる、火になってるはず、ひと木。オッケー。いいかな？全色決まってるはず。これでどれぐらい削れる？結構削れたりする？もしかして。おー、すげえ。まあ、回復あってんで上書きしちゃおうか。上書きして、あ、ロックも消してくれるもんね。で、やっと暗闇終わった。ここは、回復、火もらう、火もらう、火、水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 、火、水。これ声出さないと忘れちゃうんだよね。火、水、木、光、闇、オッケー、完璧じゃないかな、完璧。闇。で、木もまだ欲しい、木もまだ欲しい。強欲は私。これ火にしようか、上。火、あー、でもこれ暗闇わかんないのかと思ったけど、回復の次が暗い火だからね。オッケー、これで火組めてます。この真ん中のだけわかんない。オッケー、全色組んでるね。これかなりいい感じに削れると思うな。で、覚醒向こう来ても、竜巻くんいるから、大丈夫と。これ全員カンストすんじゃない？うおー、気持ちいいね。楽しいね、使ってて。あー、なるほどね。ただ、これを上書きして倒したいよね。ここまで来たら。一応、サブは上書きできるんだよね。サブ上書きして、これフルマックスでいくわ。ただ、後にカンストすると思うんだよね、後期的に。組んでない色は闇かな。あー、これ、あー、よくないな。あー、これ水つながんのか。こう、あー、ダメだな。今上でこれ水合わせようと思ったんだよね。そして水繋がっちゃうね。頼む！行ってくれ！滅びのチャーシューストリーム！行ってほしい！杖落ちてきてもいいんだよ！いいんだよ！あれ？あれ？あれ？あ、あれ？アトリ使ったの？あ、使ってなかったのか？アトリ。あまりに火力でなすすぎてびっくりしたな。もう一回行こうか。もう一回行こう、もう一回行こう。こう組んで、火、水、こうして、これ火にしようか。どう？これどう？みんな！全色決まってる！しかも爪入れてる！アトリ使ってる！落ち込んで 2way 振ってきて！落ち込んで 2way 振ってきて！頼む！頼む！あー！激減具合がすごいんだけど！これ何減少させられてんだろう？ 0.01 倍、100分の1になってんのか？全然軽く出ないなと思って。あれでした。